意味と生命、第4章生命の量子論結合。さまざまな角度から見た科学の現状において今日の時点でエクスプリシットな言語、説明的な言語で言える範囲の事柄自体は 第2章第3節 C 時間と空間、または第3章第3節生命偶然か必然かを中心にしてすでに述べた。それ以上論ずることは自然科学者の内部にも過ぎる事実と言語との直接対応理解の枠組みの存在を、ことの良し悪しを別に残念ながら前提せざるはおそらくは得まい。今世紀においては全ては単なる予測であるとか、根源をトレースバックできぬとか、彼らが一義的に思い込んでいる直感であるとかに貶めきせられることになるであろう。例えば未だ未承知のある拡大された自然法則の存在とは、そうしたことの鍵となる問題点である。けれども、我々が述べてきた中には、直感とはそれ自体暗黙知の主軸的構成要素だということがあった。直感とはイマジネーションとともに、ある一つの層から次なる上位の層、すなわち我々の理論上の位置づけにおける意味、またはその道義たる包括的全体を生み出す主輪である。それは決してトレースバックできるものではない。そしてトレースバックとは層を加工していくものであって、現象を記述する 暫時的な形式を発見していくことによって完全に弛緩されるものではない。ここに多くの自然科学者たちが陥りやすい罠があって、しばしば彼らは直感が働くとき、何が生化学的に体内の状態の変化として起きているかを記述することがトレースバックそのものであると混同を起こしてしまう。もちろんそれは今日具体的な研究における最も重要な手続きであるのだし、現象の暫時的な記述形式の発見はその上下の層につき、予測する術を我々が全く持たないとき最も有効な科学的手段である。しかし生命の最高統制原理を物的諸層の積み重ねの最後の意味と捉えることになった我々にとって、今やその上下の層の予測が全く空白だと言ってはならない。またたとえ暫時的であり限られた範囲に過ぎぬとはいえ、現象の言語的固定であるその行為そのものが、これまた表面的にも最終的にも直感と双方的だということを忘れてはならない。つまりあくまで直感と対立しない限りにおいてのみ、現象は暫時的に固定される、記述されることが許されるし、それがやがてこれまた別個の直感と対立しない別の重要な諸現象と調和的であれば、とりあえず固定されていき、そうでなければ最初の現象は ただやや当初よりより広い範囲をカバーするという限りにおいて、理論であるところの真理論によって説明され返されるということになるだけだ。故に理論とは直感の拡大された暫定的固定であるに過ぎない。だから我々人間は暗黙知に基づく直感抜きには、いかに温当にして小範囲になるものであっても科学的発見への道を歩み得ないのである。私が本書で検討したマイケル・ポランニーの直感をめぐる諸説に至るまでにも、アンニ・ベルグソンをはじめとして多くの生物学者及び哲学者が直感を生命出発の視点の鍵としているにもかかわらず、そしてそれは一見慎重に見える学者たちもまた正面から否定できぬという意味において、おそらく暗黙理に肯定しているにもかかわらず、あえて常にそれを避けて通るかごとき態度を取らざるを得ないのは、個別の学説を固定するために彼らが用いる言語がベルグソンなどを当然含めてマイケル・ポランニーと違って極めて狭く固定されたものであるからである。イリア・プリゴジーヌであろうとライアル・ワトソンであろうと、彼らが学問だと考えるものの記述が旧来の科学の言語観においてある限り、 A が A であれば A と表現されるしかないということになる。それが根本的な誤謬なのだ。 A が A であったことを知るのが科学の目標である役割だという考えは間違っている。そう考えている限り、科学上の発見はまぐれあたりに行われ、発見の価値の評価は時代の偶然的な条件によって左右されてしまう。なんとこれはベルグソンに限らず、ある意味で例えばバタユにおいても、あるいはマイケル・ポランニーの兄たるカール・ポランニーにおいてさえも同じことなのであった。だからかのバタユの普遍経済学であっても、カール・ポランニーの経済人類学であっても、これまで A と言われていたことは実は B であったのだという定義になっていたわけだ。例えば経済行為の基礎は生産ではなく消費であるということ、または商業的交換は共同体にとって本質的に外部的行為であることなどの理論的結出が、確かにいかに革命的な B であるとあったとしても、それは学問における言語の在り方としては旧態依然たる性格の中で処理され得るものであった。
事実その意味でことに馬体に対しては旧態依然派からの取り込みの努力がこのところ特に激しいようだ。また今だから言えることでもあるが、私の経済人類学も紹介や導入を旨とせざるを得ない時期においては、またある程度は意識的に明瞭さを目論んで A は A ではなく B なのであったという形で記述を進めることもあった。もちろん もちろんのことそうは言っても、確かにバタイア・ポランニの理論における旧 A から新 B への転換は疑いもなく革命的に急激なものであり、そこまで思いもかけぬ急激な逆転をしても見事に同じはずの事物を説明できるという驚きを通じて、後に科学における言語の相対性を主張することになるカールの弟マイケルの動的でも性的でもあり得る言語観への予感が含まれていたとは言えはするが、そこにはあくまでも心理論の定義としては旧態依然の性格を残していたということは指摘しておいてもよい。だがしかし我々は生命論においても経済学においても、結局は何年にか一つは学者や新しいもの好きの学生の気分転換のために求められるごとき、定期法としては旧態依然たるような心理論を求めているのではない。またそういう態度で最終的には革命的たり得るバタイユやカール・ポランニを処理されるのではたまったものではないのだ。直感の問題に戻れば、マイケルが言ったことはとどのつまりこういうことになる。A がもし直感であっても、それを言語で理論的に固定し得る可能性を今日の科学の言語の枠自体が有していないということだ。暗黙知とは何かという問いと同じく、直感とは何かという問いに答えるべき言語を既成の近代科学は有していない。自らの武器が不備なことが直感や暗黙知を語りきれる最大の原因なのに、アプローチできぬからそれはないと言わんばかりなのはアンフェアの極致と言うべきであろう。だから保守的な学者がよくするような直感の存在は決して否定しきれはしないが、とりあえず科学的方法の範囲で周囲を詰めてからやがてそれを摘出することしかないという言い方は根本から間違っている。そのような方法の行き着き先とおよそ間違いなく根源に存在するだろう問題の鍵としての直感の結出とは、そのままでは何世紀もかけても出会うことはないのである。最大の難点は世界と言語とは別々のものというスピノザ以来の西洋思想界が絡め取られた認識の牢獄をそのままにしておいたことである。実際にはその西洋世界においてさえパラクレスに遡るまでもなく、相対論も量子論もはたまた近代科学の諸発見はいずれも世界そのものが言語であり、言語がまた世界全体であることを無意識に感知したものによってのみ行われてきた。哲学の分野ではメルロポンテの現象学は世界内存在なるキーワードで提出して、閉鎖的でない意味の言語が、それはもはや西洋的な把握では言語ではないが、知覚を通じてというよりそれ自体そこに融合して存在を存在たらしめるという知と存在を同一に考えるマイケル・ポランニーの思想への橋渡しを行った。しかしこれは確かに西洋思想界にそれなりの先駆者を持つものであったがではあったが、この言語と知または存在というところに修練して評価され発表されたものではなく、ことにそのことの自然科学に対する願意は全く顧みられていたとは言えなかった。だからもちろん語りきることはおよそ不可能だったのだ。そしてそうである限りにおいて、これまではベルグソンの流れを評価するものとしないものの2つに単に分かれるだけのこととなってきたのだ。こうした意味において、たとえ進化の中立説がいかに今日の生命科学の中でバランスが取れたものに見えているとしても、科学における理論と言語の位置づけについて全く過去と変わらぬものである以上、そのままの延長線から生命の根幹の何がしかが導き出されることはありえない。本書中において比較的高く評価してきた清水博の研究にも同じことが言えるが、それらの研究は言うなれば意味としての生命の最高統制原理の一つ仮想の諸細目を増やしているということなのだ。目を。しかし自然科学に限らず広く向けてみよう。環境と生命形態との相関関係についての全てのリベラルな研究には顕著な特徴がある。1967年の発表直後にはほとんど注目されなかったジェームズ・ラブロックの外野仮説などを別にして、注目されなかったらそれは学会の成果ではないのだが、まず時間的に早くて1975、6年から、通常は1970年代末からそれらは始まっていること、また研究結果がいかに革新的なるものを示しているとしても、そのデータの前後に付与される研究者の科学に対する哲学は決まってひどくスクエアなものだということが挙げられる。もっとあからさまに言ってしまえば、哲学というだけでなく生活姿勢だの研究姿勢という研究の中身に直接関係のないはずのところにおいては、通常の研究者よりもむしろ保守的でさえあることがその特徴であると言えるだろう。そうしたことが何を一体意味しているのか。
自然科学は要するにそうした防御をしながらアンチ近代の諸要素をことさらあらわにした60年代の思考を代表するフィリップ・デックや、あるいはそれに先立つバタユなどの直感を受け入れてきたのである。それらの研究は非常に高く評価されねばならぬことは本文中にも率直に述べた通りながら、それらが最前線であるとの認識には立ち難い。そのほとんどが A が A であることが何なのかについてあまりに素朴すぎ、それへ褒めに褒めでもしていなければ、一体どこから交代を開始してしまうか全く不安だという性格に見えるからである。さて、そこで内実的に問題となっていることは、世界には決して人間にとって前提的に存在してはいないということなのだ。人間は世界を自ら認知したように認知し、まさにその行為そのものによって自らの位置を含めた世界を構成し、そのようにしていわゆる世界内存在となるとしたモーリス・メレル・ポンティを発展的に継承したマイケル・ボランニーは、さらに A が常に A であることに止まることなく、時にあるいはやがて B であり、次第に C ともなる動態的構図が決して A 自身の実体的変動によるものでなく、それ自体が暗黙知の発言である言語のダイナミズムによる局面上の変化であることを明らかにした。いわば A は時に B であり C でもあることは確かなのだが、それは決して暗黙知から離れた対象独自の問題なのではないということなのだ。科学がそこにおいて大きく飛躍することなく、例えば光が波でもあり粒子でもある事態を、それ自体そのまま記述する理論を作ろうとすることは不可能だ。ただし、それを未知数 X として先に進むことは、とりあえずポランニー的に言って理にかなっている。それが量子力学の科学と言語との関係に関わるポランニー的な概念だと、折に触れて述べてきたはずである。だから量子力学の記述はやがて何か全く別のものによって置き換えられていくことになるはずだ。場なる概念も全く同じことである。今それを生命の問題に当てはめてみるなら、直感とその直感を出発させたある等高性を持った力そのものを想定することは全く本当でさえある。それを怖がる必要なども毛頭ない。それしかありえないのだ。実際にはそれが怖いものであるかのかどうかさえ決めるのも早すぎるのだが、明らかにそれが怖くて危険なものだという、これまた直感が存在すること自体、それが問題の根本の決して感化し得るキーであることを側面的に示してさえいる。そこで神秘主義や不可知論に陥らぬようにすることは、これまた簡単に可能である。直感を司る力、またはポランニー的に言えば場の中心の最初の力が、ここでいわば拡大された量子概念のごとき X として設定されるからだ。進化の中立説といい、引き込み現象に注目する説といい、ガイア説といい、エントロピーを増大させずに地球の成立時からそのまま働いている X の存在を前提にして初めて説得性を持つものでしかない。X は場の力と言ってもよいし、システムと言ってもよい。ここで生命という語を自己自身の体系的反応性を持つシステムと考えてよいことにすれば、 X は我々がここまで追ってきた生命とは別の意味で生命であり得るとしても別におかしくない。我々の生命とはその中での競技の生命である。というより、生命は決して競技の枠内では解明されるはずはない。実のところ、誰もが今日無意識にその展望の中でのみ生命論に関わる諸科学を推し進めている。個体の生命システムが個体だけでは決して完結できず、地球のシステムもまた決して地球だけでは完結しえないことはもはや明らかであるのに、 X を積極的に設定しないのはナンセンスなことである。ただそうできないのはもう一つ明らかなことに、量子力学がなぜ設定されざるを得なかったかという、まさしく科学における言語の基幹問題がマイケル・ポランニー以外には明瞭に分かっていなかったからなのだ。量子とは確かに単なる概念的な禁似である。それは A が A であるという明晰さを求める通常の科学的態度からは逸脱しているし、シュレディンガーやアインシュタインが当初反対したように、 A が A であるという端的明晰さを兼ね備えていると、それを取り扱う者が誤解したらとんでもないごまかしになり得る。しかし量子力学の導入がかつて必要だったように、今量子あるいは場的概念としての X はどうしても必要である。例えば X なしには人は自然的環境を全て外的条件と考えてしまうかもしれない。そうではない、人は意識の在り方さえ含めて、いわゆるガイアに有機的に組み込まれた X の要素である。放っておけばその中で設定された方向だけが我々の行くべき道であることになるだろう。この X の設定には理屈抜きに反対する科学者たちが存在するものだけれども、もし X がある種の生命でないことがあるとすれば、それはやはりこのように設定された量子としての X が、その検討の末やはり生命ではありえないと宣言された時だけのことであろう。どちらにしても X を科学的に仮定しないことは単なる逃げなのだ。また X が例えば一つの巨大で抑圧的な生命体でもあるという、一見およそ暗い牢獄内に閉じ込められた人なる存在の性格が確認されたとしても、文学者たちは勝手にそうしている。そう確認されたら、そう確認されたからこそ初めて可能になる人格的な参加の道が逆に
開かれ得る。黙っていればがんや免疫機構の病的で受動的な集団的な死と、それを条件にした進化が全く非人格的に起こり得るが、それに類する変化が土木文明を誇った縄文人に起こったのではないかが血液学的に確認され得るかもしれない。知っていれば最小限主体的であり得るかもしれなかろう。このようにして今や我々は全ての問題がまさしく直感あるいはその集合である情念が重要だと指し示す全てである。生命のここでいう量子概念的検討にさらされた上である程度整合的に再提示されるべきだし、そうされ得るだろうというのである。だが当然のことながらだが、我々はだからといってナイーブな自然科学者が恐れ、他方でとにかくディテールに立ち入ることを嫌う非科学者が願うように、個別の研究をスキップして一気に安易に宗教的に利されるような結論に立ち至ってはいけない。一般的に言って X を洗い出すにはまだまだ方程式の数が足りないし、また宗教という形で人間社会に蓄積されてきた直感の代々的な整理も比較的差し迫った課題の一つでもあるからだ。生理的快感なりその裏腹の恐怖の感情もまた X による設定の重要なものであることは疑い得ない。故にマイケルはキリスト教及びマルクス主義、そして抗議の世界観が諸材目としてどう現実の人間存在に関わるかは大きな問題とした。本書の取り扱いは第2章第3節 C である。現実の存在形態が生命にとっての最高形態である以上、これは逃げては通れないものであった。我々はマイケルでなく、その兄カールによる経済人類学の土地と労働をも市場商品化した異常なに市場システムが肥大化した近代社会という認識を検討し、それが何かしら別の形態に変化しつつある近代が終焉するかもしれぬ現代という時代認識を別個に提出してきたが、全体的システムとしての近代は明らかに失敗したとしても、包括的な知ではなく個々バラバラの知識ではあったが、近代科学は結果として我々に意識させてくれた様々な問題点はいつしかジグソーパズルの個別の一辺として働くであろう。もし近代が真実変質するなら、それがそれなりに巨大な試みであった以上、手がかりだけは残すということなのだろう。確かに我々人類はこれで十分なのかどうか知らず、膨大な未処理の手がかりを近代科学のおかげで抱え込んだ。それらのほとんど全てがやがて機関を外部または境界なる問題領域に、またはエントロピーが基礎ユニットというところに修練しつつあると言ってよい。それはおそらく時期が時期だということに関連して意味ある修練の仕方なのだ。自然科学者であるかどうかは知らず、ここまでに述べたことはすでにはるか昔に前提として来ているという人々も少なくないかもしれない。しかし我々はこの書物を得てようやく可能に成し得たばかりの今後の展開の基盤が厳然としてある。それは A が A であり、場合によれば同時に B でも C でもあり得るような相対性というのは、物や事態の側の方に原因があるのではなく、暗黙知の諸局面、諸相とその動きを映し出す閉鎖的でない言語の性格によって発生するのだという認識である。また学問も言語を用いたコミュニケーションの一種であることは免れないが、それなら意味付与、理論の言語による体系化だけが全てではなく、意味読解まで待ってコミュニケーションが関係する。しかるがゆえにあくまでも何かの禁似であり、代替かもしれぬ量子または場の概念としての X が積極的に設定されてよいし、そこに意味読解の交差と切磋による検証を留意しておけばよいのだ。こうして用いられるそれ自体が性の機関的発露たる言語の位置についての確認がなければ、巨大な生命体であるかもしれない X にアプローチするあらゆる試みはブラックホールに落ち込んでしまう。すでに多くの人々が落ち込んでいる。またこの準備がなければ、ベルグソンのように直感を語る者とプリゴジーヌのように事実を語る者との間の無限の感激の人海となってしまうだけなのだ。我々は隠してここまでの長々しい準備作業を踏まえた上で X を見つけ出す作業に静かに船出する。波穏やかに見える中でゆっくりと進み、準備にこだわった前段階は長くとも船出の後は 船の速度は遅くはない。我々としても知っており、あるいは多くの読者としてもすでに X の存在は分かっているだろうが、それにしてもすでに突き出された諸問題点と整合できるように、それをどう見積もるかが X とは何かの答えそのものだとはマイケル・ポワニンを検討するまで分かっていなかっただろう。我々はくどくどとした検討の結果、ようやく有効な料理法を入手したのだ。
料理の材料または料理されるべき材料は幸か不幸か山のように揃っている。 A は A である式のものではあるが、 そしてすでにところどころで論じていたきたが、生命論ことに脳に関するデータだけも量だけはここ10年大いに増大した。そうさせてきたのは決して学者の頭脳の改善があったからではなく、世紀末であるかはたまた近代末であるかのまさしく時代というプロペラシャフトがあったからなのは言うまでもないのだが、それもまた包括的意味の揺らぎという料理されるべき材料の大皿盛りとなっているものであった。私がさまざまな場所で一見生命論と無関係に見える麻薬病性について考察を行い、日本の歴史人類学に再び関心を寄せているのも結果的にこの一環であることもやがて示されるであろう。でこれで終わりになってるんですけど、でここに後書きがあるんですが、でこのあとだからパンツを捨てるさラビってことなんでしょうけど、でここではだからそのこある事象、あるもの、ある現象を言葉で表したときに、その言葉が実体であるというふうに錯覚すると。だから言葉に、自然科学であると何であると、言葉によって現象を固定したときに、それは一時的な固定であって、それ自体が実体ではないんだということを言ってるわけですが、で、それは単にむやみやたらにいろんなことをあらゆる角度から言えばいいって話でもなく、何度でも言い換えができるという話でもなくて、ここで言うには暗黙知の諸相によるんだって、つまり上下に結びつける、あるいはそのポラニーのモデルに結びつけて、いろんな材料を盛り込んでいくと。ほんで材料、結局材料が足りないので、そういうふうに枠をつけて説明してしまおうというふうな話だと思うんですが、だからこの前回も言いましたけど、その言語という神という本対談の中で、その視点を変えたり注目の仕方を変えたり、自然科学であれば計測の方法を変えると立ち現れ方が変わるものであるところの事物というのを、全くそのようであるように語りうる言語体系を開かれた言語体系と呼ぶというんですが、だからそれがだからこれだけの手立てで言えるのかと。とりあえず言葉は一時的な言語による固定なのであって、自然科学であろうとそれが別の概念によって乗り越えられるだろうと言ってるんですが、でその乗り越える方向性っていうのは、その全体の方向みたいのがあって、それはその全体従属的諸細目と包括的全体の中で、ある意味その生命の枠みたいなものを暴露する方向に、全ての科学なり、この話で言うと結局そのあれですね、全ての人間がその自分を存在させるに至ったその法則を暴露しながら、その次の世代にそれを伝えていくことを是とするというふうなことしか出てこなくなってくるわけですが、でその場合にパンツを捨てるサラダと集団的暴力についての警告がありますが、人間同士の争いというよりも、その最終的にはあれでしょうね、人間という生物を作り出した法則そのものに対する戦いみたいになっていくわけですが、そこまで行ってないだろうと、人類は。で、細かく言うと、ここでそのポランニーが量子力学の意味だっていう話とか、そのポランニーの言語体系で、結局ポランニーがその暗黙知を語るときに、全体従属的諸細目と包括的全体という言葉を第一項と第二項とか、近接項と遠隔項とか、いろんな言葉を使って表しているということで、一時的に言葉を固定してないってことで、もうアイデアヒントとして言ってるんですが、ただそこそのだけの枠じゃなくて、逆にポラニーのその階層化された生命論の枠みたいなのがあって、その枠を前提にした上で言ってる話だっていうことがまず一つあるんですよね。でその大枠がなければ
前提としてなければ開かれた言語体系とか言ってもしょうがないことであって、でその大枠自体は特に開いてる感じでもないわけです。その境界があるわけですから。でただ今わからないと言ってるだけのことであって、で時間の経過によって分かってくる、ほっとけばそうなるだろうとか分かってくるだろうっていう話になってるだけのことだから、で結局30年経ってるわけですね、この本から。でそれをどう考えるかっていうことで、そのこの30年間の経緯とか流れ、あるいはそのこの時はまだ冷戦構造ちょっと引っかかってたところですけど、それがもう展開しているとか、いろんな問題があると思いますが、ただ私自身はその言語の問題は別の系で考えるべきしかないんじゃないかっていうふうなのがあるんですが、言語論っていうの、言語学とか日本語論の本はこういうふうに音で読むには棒線とか仮名遣いより使い分けとか、カタカナとひらがなで使い分けたり、同じ辞表とか記号とかで使われてたりするので、音読には向かないというか、音読では意味は不明なんですね。ですからこのような形では紹介もできないし、できないです。だから言語の問題をどうするかという時にまた別の形になりますね。このようなどちらかというとエッセイ的な感じの本だと実際どの同じ音で文字が複数ある場合にわからないって出てきますけど、そんな記号とか棒線とか全く音では説明、音読では説明できない表記みたいなことはないので語れるんですが、そこでちょっと迷うところです。その例えば開かれた言語体系を実語性とし、閉ざされた言語体系を死語性とし、で死語廃止論と唱えた三上明さんの本とかを例えば読もうとしても、やはりそのような非常なビジュアル的に分かるような仕掛けは書いてあるんですけど、音として読んで分かるようにはなってないです。だからでそういうことがちょっと迷われますね。で次はだからこの栗本さんがパンツを捨てるサビからもう6年後ぐらいかなに翻訳したデフォーのロンドンペストの恐怖っていう省略ですね、ペストのついての記述みたいなあるんですけど、それを読もうか読まないかっていうふうな感じで思ってます。とりあえずこれでおしまいです。